屋さんのもなかをお土産に持ってきてくれました。それまで和菓子に全くと言っていいほど興味がなかったんですが、そのもなかを食べたらすごく美味しくて、自分でも和菓子屋さんを見つけもなかを買いに行くほどに。林部さん、和菓子好きですか？たまたまもらったものでハマっちゃったものはありますか、ということですが、まあ、結構あるんじゃないかな、そういうのね。もともとあんまり好きじゃない食べ物を本当に美味しいところで食べてものすごい好きになるなんていう話結構聞きますよね。例えば納豆を食べれなかった方が、茨城の水戸に行って、本当に美味しい納豆を食べてから大好きになったとか、僕も一個ありますね。小さい頃、まあ、大体半分ぐらいが嫌だと思うんですけど、ウニってそんなに好きじゃなかったですよね、皆さんね。なんですが、僕は礼文島に、北海道の離島のね、礼文島に働きに行った時にウニを食べて、まあ、本当に美味しいなと思って、そこから大好きになったので、やっぱりなんかいただいたものだけじゃなくても、そうやって美味しいものを食べると、そこまで美味しくなかったと感じていたものも美味しくなるんだなっては思いましたね。まあ、まだまだ和菓子よりも洋菓子を食べる時の方が僕はテンションが上がってますけれども、でも和菓子を食べる時の方が多いんですね。というのは脂肪分、脂質が少ないから和菓子っていうのはすごく健康的にいいんですね。だから少し動いた後に糖分を摂取してあげようって言った時には、和菓子をね、コンビニでちゃちゃっと買ったりして食べたりしてます。その時は結構あんこ系が多いかな、粒あんが好きです。はい、ということで1曲。